どうも皆さんこんにちは、まことです。本日はですね、エプコティアアンコールで買ったグッズを紹介していきたいと思います。クリアファイル集合。なんかね、すごい宇宙感満載、星みたいな感じなのかな、イメージはね。に4人がいる、パーカーに近いのかな、まあ宇宙服だとは思うんですけども、白いパーカーに見えますね。で、裏はこんな感じ、エプコティアニュースアンコールってなっております。クリアファイルマッスー、こちらね、結構ね、この顔をこう半分だけやるっていう、結構見るイメージがあるんですけど、これ僕だけなんですかね、うん、マッスーイコールこんな格好のイメージ、まあ、多いイメージがあります。僕はかっこいいですね。ちなみに後ろはタカヒサって書いております。ニュースアンコール、オリジナルフォトセット集合。こちら開けていきます。全部で5枚ですね。まずはこちら、一番最初の、見えますかね、白いから結構見えにくいかもしれないですね。うん、同じパーカーを着ている。おお、4人ともで立ってこっちを見ていると、似たような、みんな笑顔ですね。笑ってるよ。あ、ガラリと変わった感じ、なんか使命感、みんなで目つぶってこれから宇宙に行きますみたいな。これ5枚目ですね。クリアファイルと同じ感じ、周りが星のイメージですかね。で、宇宙服、パーカーかな。以上、この5枚でした。エコティアンコールペンライト、こちらね、アンコールとなっております。ちなみに逆側エプコティアですね。で、こちら以前のね、エプコティア、こちら銀色で、エプコティアニュース、金と銀で違いがありますね。軽さ、まあ長さも全部同じ感じ、ただ色が違うだけです。今回の色になっていると。で、光るのもね、金色、銀色、あ違う、青色か、金色と青色、いいですね、この色合い、たまらないです。運営側が起動させている装置によってこちらのね、センサーが反応して、まあ自分らでつけたり消したりじゃなくて、このままついてる状態なんですけれども、センサーでね、うまいことつけたり消したり運営側がしてくれていました。でね、ちなみにストロベリー、アジスタでね、やっていたストロベリーのペンライトもカウコンで持っていったんですけれども、そちらもね、センサーがついていたので反応しました。なので、まあセンサーがついているその前のね、ライブでのペンライトも全部反応するというのを確認できましたのでね、それも皆さん楽しめる要素の一つではないかと思います。エプコティアアンコールバッグ、こちら手持ち式と肩掛け式ですね。結構大きいですよこれ。うん、素晴らしいね。これね、生地が結構いいんですよね。あったかい、なんかモフモフ感というか、裏起毛というか、なんというかね。で、中身もかなり入ります。今回ね、買ったグッズも全部この中に入れても全然入りましたんでね。他、まあエプコティアンコールってちょっと見せるの恥ずかしいなっ
っていう方はまあ後ろ側でもね全然うんいい生地でしっかりしてると思うので、このままでもね全然外出に使えるかなと思います。ニュース、カウコンうちわ、こちらね京セラドームでしか買えなかった12月31日1月1日ですね、品物です。後ろはちなみにジャニーズカウントダウンコンサート2018-2019。ニュース、アハッピーニューイヤー、なんか全体的にね新年明けましておめでとうっていう感じすごい伝わってきますよね。エプコティアアンコールうちわマッスー、早速ねこちら以前のストロベリーのと張り替えてたんですけど、ちょっとねご紹介のために一旦外しました。やはりね後ろちょっと黒ベースだからライブ中はやっぱ見えにくかったなっていうイメージがあります。多分皆さんもまあそういうイメージあったかなと思うんですけど、やっぱりねメンバーカラーでやっていた方がより顔もね引き立つのかなっていうのは思ったんですけども、まあ宇宙感をね、まあ、確かに出すんだとしたらこうやって今回ねゴールド、ペンライトもゴールドだったからここら辺ゴールドにするってなったら宇宙としてブラックホールというかさ、そういうイメージ、まあ黒のイメージは確かにわかるけども、顔もね結構真っ白ですからね、誰か一瞬わかんなくなるぐらいな気もするけども、まあでもねかっこいいからこれはこれでよしとする。ちなみに後ろ高久ニュースアンコールと書いてあります。エプコティアンコールタオル、こちらはん逆ですねこちらでしたね、フェイスタオルかな、バスタオルにしたらちょっとちっちゃいからね、で結構やっぱこう首に巻いてね、あとはあれか歌いながらこう回す感じイメージですね。うん、これ結構ね生地もいいんじゃないですかね、薄くないから結構手とかね拭くときに、うん、拭きやすい気はする。うん、うん、顔も拭きやすい気がしますね、なんかフィット感がすごい。うん、これ今気づいたんですけどデジタル時計みたいな感じでね、エプコティアアンコールの方ね下が分かりますか、全部黒いんですよね、全部同じ形で金色でアンコールってなぞってる感じでね、一番端は何もない状態ですね。すごいこれ気づかなかったですね。コタボンセン貝のぬいぐるみ、じゃじゃん、宇宙感あるバッグですね。でねこれ後ろコタボンセン貝からお願い事ってことで、まあ注意事項ですね、4人が振り回さないで、強く引っ張らないで、食べられません、宇宙船には乗れませんと書いてあります。早速開けていきます。よいしょ、でこれね最終的にここにね乗っける場所を作ってあるんでね、置いて動画でねまたこの子たちをねいつでも見れるよ。おなんかえお、コンサートの時みたいな全く同じキャラクターたち、ちゃんとね宇宙船乗ってますよ。しかもこれがタコか、タコの逆版コタ、コタちゃん、コタちゃんですね。な宇宙人とか よだれ出てんのこれ、す
ごなんかすごいリアルです。ハリセンボンの逆かな、ボンセン。目が3つ、なんか後ろ尻尾みたいなの生えてますね。なんだろう、二足歩行型。貝、イカの逆バージョンかな、なんか空飛ぶ感じ。なんかこんなね、アニメとかでこんなんで空飛ぶのありますよね。でこのまあ3人が宇宙船に乗って、今回のエプコティア、じゃあエプコティアアンコールと前回のエプコティアね、乗ってきたということですね。まあ僕らと一緒にね楽しんだわけですからね。エプコティアアンコールパーカー、こちらね男女兼用な感じです。まあ結構ね薄着なんで、冬はちょっとねインナー、ヒートテックとかあったかいものを着ないと若干ね外を行くんだったら寒いかなと、部屋着としてはいけるかなと思います。まずこちらエプコティアアンコールニュース、金色ですね。全体が黄緑というか、まあ黄色、うん、黄緑が多いかなになってて、ここが金色で、こっちアンコールって書いてますね、赤色でアンコール、左手の方、うん、にアンコールで、右手がエプコティアって書いてますね、大きく。こちらは白色です。であとは後ろ側ですね、後ろ側は何て書いてるのか、わかりませんね後ろから。まあでも後ろにも書いてありますと、全部にねこうやって文字がしっかり書いてあります。今回結構いいビジュアルが多いですね。なんかね宇宙観、本当にエプコティアとエプコティアアンコール、まあ若干の違い、グッズの違いはあっても、やっぱね新しくなったからゆえにすごくいいものが仕上がったのかなって。やっぱねカウコン、初カウコンでみんな気合が入ったんでしょうね多分ね。買ってよかったなと思えるものをやっぱ作ってくれたなと思いました。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思いましたらぜひいいねよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Instagram もやってますんで、そちらもフォローよろしくお願いいたします。 YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、Have a good time!